あのー、3部と4部に私は参加するんですけど3部が一応黄色系のお洋服であのー、私は着ようかなと思っててセタンティーが届いた方はそれでも全然 OK だし。 まだ届かなかったよって方は何でもいいんですけど、あの、なんとなくドレスコード黄色にしてみたんですけど、もしよかったら黄色で、あのー、届いたら嬉しいなっていうだけなので、黄色ないよや、っいうか、黄色のお洋服ってなかなかないから、黄色ないよっていう方は、あの、本当に何でも大丈夫です。4部は久しぶりに、お姫様になります。 そうなので、ちょっとおしゃべり会たくさんあるんですけど、もしよかったらお待ちしてます。そうだ、リンクがね、多分今、プロフィールに貼ってるリンクじゃないから、私のインスタのストーリー、インスタのリンクは貼ってあるんですけど、そのインスタのね、ストーリーのリンクかもしれないんだけど、とってもわかりにくくて、申し訳ないんですけど、もしよかったら待ってます。以上、告知でした。<laughs> こんばんは。ナイアポーズ。今日の穴咲いてありがとうございます。リップ落ちてピンクになった。あと、あのー、まつぎやってなかったり、涙袋もいつもとちょっと違うから、いつもよりちょっとナチュラルめかも。こんばんは。 誕生日メンとうありがとうございます。昨日、昨日で21歳になりました。信じたくないね。<laughs> 信じたくない。なんか、え本当に,に,に 21? みたいな。でもね、聞いてほしい。あの、昨日誕生日だったのに、 あのー、インスタのフォロワーさんがなんか見るたびに一人減って二人減ってみたいな。<laughs> あれなんか誕生日なのになんか増えないどころか減ってくって思って悲しかった。昨日はフォロワーさんが減るいでした。でもひまたぎ配信でショールームのフォロワーさんはね、増えて嬉しかった。 みっちゃん大好き嬉しいこんばんは「そう生誕 T はちょっと15日に届くかがわからないからあのー、届いた方は来てくださったら嬉しいけどすいませんちょっとお腹が空いちゃってて。 ななってるんだけど何でも大丈夫ですなんかドレスコードっていうのをね使ってみたかっただけなんです <laughs> なんかさちょこちょこさ聞く言葉な気がしてもし黄色系のお洋服持ってたらっていうだけです花にゃんじゃありません耳ほら見て生えてない普通の 今日はサイドポニーです。こんばんは。そう、ひまたぎ足し,したら寝転がさん増えました。多分いつもやれない24時から25時っていう時間にやったから寝、ね、増えたんだと思う。 配信されてる方も少ない時間だし、その時間にいつもショールームをひか開かれる方に新しくフォローしていただけたのかなっていう。嬉しい。声枯れてる。嘘。たくさんおしゃべりしたい。ええー、私もお話ししたいです。こんばんは。今日可愛いほどですか あのー、ひたぎ配信、以来の配信なので、その時はかなりバッチリメイクだったから、それに比べるとナチュラルです。こっちの方が好みかな。こんばんは。 そう14日もねお話しできて15日もお話しできちゃう誕生日おめでとうありがとうございます。 今日もあないのことが一番大好きでした。いや、嘘嘘嘘。見たもん。<laughs> 見たもん、私。あ、今日もメールで、見てるよっていう、なんて言うんだ写真にした <laughs>。なんでそんなに可愛いんですかえ、そんなことないけど。 でも昨日誕生日だったのに日またぎ配信してる間はメイクしてたけどあのー、その日付変わってすぐ以外は一日誕生日なのにあのドすっぴんで過ごして <laughs> あの<ー>そう <laughs> 誕生日可愛くいられなかったので 今日はメイクをしてます。<laughs> もう初マンの方がやるぞ。フォローしてくださったら嬉しいです。あと7人増やしたいなと思ってます。この配信で3580人にいける。7人増え、増えた。 ナイポーズでもそう、なんかさ、黄色の服って言ったらさ、あ誰々ちゃんの生誕 T とか <laughs>、っていうね、お声をなんかいくつかもらった。まあね、黄色の服ってね、なかなかないですもんね。私の生誕記念なんだけど、生誕記念お話し会で、他の子の生誕 T を <laughs>。それもオンラインなのに。 ね、長岡の14日に生誕ティーお渡しあるかなうんでもあのー、怪しいなと思ったので10月5日にしたんですオフラインできる日はだからもし直接受け取れたらその場で来てくださったら嬉しいしまただ,だって だなってなったらあのー、劇場でもおしゃべり会でもた,きたくさん来てくだされば嬉しいです私の作品なので <laughs> もうなんか自分のこだわりとかを詰めて時間をかけて作りすぎてもう作品ですセタングッズは去年のもそうだけど頑張ったなって自分で言えるぐらい <laughs> 自分で言えるぐらいお、初ホの方が、いや、フォローしてくださって方がいるぞ。嬉しい。ありがとうございます。よいしょ、ガッタファンって今1枚しか申し込めないなんだって私、 まる前も仕込んだよってお声聞いたけどな。わかんないよ。よごめんなさい。私が詳しくなくて。全然わかってない。よいしょ。ちょっとお腹が空いた。<laughs> かわいすぎて辛い。本当に本当かな。あ、11月17。嬉しい。 バンダイ、バンダイじゃないな、だっけ。オオカマ。オオカマかな。いつもよりバブイ。ピンクだからだと思います。メイクが。ピンクっていうか、ただリップの色落ちただけだけど。ちょっと待ってね、コメントちょっと溜めちゃってるので。 ちおっ52分だってあと8分ねえなぜ減るんだって思いますよね悲しいです <laughs> ショールームも一緒フォローは外さないでね意地悪する人がいるからは外したり つけたり、意地悪している、来る人もいて、悲しいので。シンプルに、ちょっと冷めたとかです。<laughs> フォロー外されるのも悲しいけど。リリカ様の妹お姉ちゃんなんだけどな。でもそう、今日はね、ちょっと回復してました、インスタのフォローさん。 <laughs> なんか誕生日の投稿を見て「え二21だったんだちょっとな」って思って話されたのかもしれない <laughs> 悲しいこんばんはそうでも創世探偵誕生日には届かなくてすみません皆さん。 ごめんなさい時間がまずいので飛ばしております猫耳生えてない <laughs> おおフォローしてくださった方がいるぞ嬉しいありがとうございますあああのチャットでですね あの、ひまたぎ配信で、ちょっと、なんだろうな、デザートみたいな。ケーキじゃないんですけど、なんだろう。せっかく、ひまたぎ配信できるから、プチケーキ、カップデザートみたいなのとか、を準備したんですけど、それを用冷蔵なのを常温で放置しちゃったので、 <laughs> 食べた時にはね溶けておりましたでも全然大丈夫でしたよめっちゃバブい絶対メイクがナチュラルだからだナチュラルっていうかまつ毛がなかったりリップが落ちてるからかな 毎日メイクの衣装が違う。うん、でも結構ね、涙袋とか、アイシャドウはいつも違うかも。やばい、お腹が空いてちょっとキュルキュルいってる。<laughs> 時間がまずいのでちょっと飛ばしてます。あ フォローしまししまたが出てる嬉しいめっちゃ増えるありがとうございます嬉しいそう私だけに一足お先にせざっていただいてしまったんだけど本当に。 申し訳ない。皆さんあんまり届くのが早くなくて。ほぼすっぴん、全然メイクしてる。でもね、ナチュラル目いや、全然ナチュラルじゃない。しっかりファンでも塗ってあるし、しっかりメイクしてあるんだけど、色味が優しいのかなピンクとか。あと、まつ毛なんもしてない。アイシャドウ塗ってないのと、 ラメじゃない、繊細系の涙袋にしたあのトリップが落ちたからだと思います。<laughs> えー、カットフォン1枚しか申し込めない。あれ、私、ま、なんか、え、不具合かなでもなんか、うーん。まる枚申し込んだってお声も聞くし、人による、なんか画面によってバグが起きてるのかなうーん。 16歳にしか見えない16歳でいたいです私もあフォローしてくださった方発見嬉しいありがとうございますフォロー完了ありがとうございますおっ男女見ましょう男女見します1位紀子さんありがとうございます2位ケンジさんありがとうございます3位フロゴルファーさん ありがとうございます。4位、ライシちゃん。なんだわかんない。ありがとうございます。5位、星の鼓動ワさん。6位、サンソさん。7位、パンダのテオさん。8位、ワンワンさん。9位、リエちゃんズさん、えー。10位、ジュンダムさん。11位、シメジジさん。12位、テツさん。 中3アセトンさん。えい。ありがとうございました。男女じゃない方も本当にたくさんのコメントとかギフトとかありがとうございます。ぜひフォローまだだよって方はフォローお待ちしてます。そうしたこれの生誕パックゲットしてくださった方ありがとうございます。レアな写真を。 詰め込みました。ボイスも取ったよ。<laughs> おやすみー。また配信するから。また遊びに来てください。ぜひ。 夜遅くにありがとうございました。おやすみ。またね。